Firefox のオペレーターという拡張機能でグレートバーでジオマイクロフォーマットを検知。ユーザーはデフォルトとして表示されているマッピングソース以外の別のソースを追加することができる。ジオとは HTML で WGS84 チリ座標をマークアップするのに使用されるマイクロフォーマットである。少なくともどちらも未だに ドラフトではないハカレンダーやハカードのサブセットとして、ドラフトしようと故障されることがあるものの、これは形式的であり、フォーマットも安定していて、幅広く使われている。高分解析ツールを使って、場所を抽出し、他のウェブサイトや、マッピングツールで表示したり、GPS 端末に読み出したり、作品に載せたり収集したり、別のフォーマットに変換することができる。 緯度と経度を同時に指定しなければならない。同じ小数位は、末尾の例を含めて、それぞれの値で使用する必要がある。通常の HTML をジオマイクロフォーマットに変換するには2つの方法がある3つのクラスを加える。マークアップテキストの例では、デブベルバイド52.686-2.193デブと入力するとこうなり、 デブクラスイコールジオベルバイド、スパーンクラスイコールラチチュード52.686、スパーン、スパーンクラスイコールロンギチュードマイナス2.193、スパーン、デブ、ジオと、ラチチュードと、ロンギチュードといったクラス属性値が加えられる。これは次のように表示される。ベルバイド52.686マイナス2.193このジオマイクロフォーマットは、 ベルバイド貯水池に対応しており、マイクロフォーマット公文解析ツールはこのページで検知することができる。アウタークラスで短縮バージョンを使用できる場合があり、移動先に記述しなければならない、ベルバイド貯水池は52.686-2.193に位置する。と入力するとこうなる、ベルバイド貯水池は、スパーンクラスイコール八六52.686-2.193。 スパーンに位置するこの場合はセミコロンで区切らなければならないがもし他の分け方を行いたい場合は、オブル要素を使用することができ、値をタイトル属性に置く、ベルバイド貯水値は、オブルクラスイコール字をタイトルイコール52.686-2.193、52.686-2.193、オブルに位置する。また、他のいくつかのスキーマを使用して、 地点を表示することもできる、ベルバイド貯水池は、オブルクラスイコール字をタイトルイコール52.686マイナス2.193グリッド、レファレンス SJ8799、オブルに位置する。しかし、完全に地点を隠してしまうためにオブルの使用法としては良くない、ベルバイド貯水池は、 オブルクラスイコールジオタイトルイコール52.686-2.193良い観光地である、オブル。オブル要素を使用することは少なくとも、スクリーンリーダーや読み上げブラウザのユーザーにとって問題が生じており、表示座標を見つける別の方法が模索されている。各、ジオマイクロフォーマットは、ハカードマイクロフォーマットに内包することが可能で、個人や、組織や建物の名前、 郵便番号、電話番号、URL、画像に対応している。ジオマイクロフォーマットを拡張するために、3つの原稿、かつ、相互排他的ではない提案がある。ジオマイクロフォーマットを使用している団体やウェブサイトの例として以下のものが挙げられる。ありがとうございます。